み、ホラゲ、やっていくわ、こーえー。この間の雑談配信で、夏休みせっかくだからなんかおもれえ企画しようぜ、みたいな感じで、企画の案を募ったら、重くそホラゲーが多かった、最悪。しかもスパチャでもホラゲーやってくださいで、スパチャはさすがに断れなかった。ということで、おすすめ聞いたら、この地獄戦闘が死ぬほど怖くて、ストーリーもいいらしい。人生初のホラゲーやっていくわ。途中でやめたらごめんね。本当に怖いの苦手で、今までやってこなかった。スタート。もうまず本当が怖い。一週間前。今日もお疲れ様。もう別にビビるところじゃなかったな。びっくりした。今日はサウナの掃除だね。おじちゃんが思ってる怖いキャラデザがサウナの掃除だね。掃除用具入れにリアルだな。なんかバケツがあるからタオルの回収お願いね。フルボイスだ。いいね。怖い。動きが怖い。うわやばい。めっちゃ怖い。なにこれ。くらこれやんの。やばいって。ちょっと待って。感度が高い。一旦なにこれ。仕事か。もしかして銭湯で働いてんのかね、主人公は。いきなり、なるほどね。銭湯で働いてたら、お化けが出るみたいな。そんな感じだろ。うわー、なんか、いいな。小学校のバケツ見て。いや、怖え。これ、一人で掃除すんの？やばいって。絶対出るじゃん。ちゃんとみんな、ちょっと僕、今、2時にやってます。実況者の鏡です、これは。びっくりした。音がでけえ。これ、タオルを回収してるわけな、このサウナの。なに、なんかおかしい。くる。やばい、髪の毛がびっしり。気持ち悪い。なにこれ。囲まれてる、完全に。スペシャル貯めて打開しないと。さすがにきつい。閉じ込められた。これ、早くタオル片付けていこう。うわぁ！怖すぎ。やばい。心臓止まるかと思った。終わってるだね。髪の毛が。夢？今の夢？お風呂で寝てたのか。お風呂で寝落ちは普通に死ぬからみんな気をつけた方がいいぞ。ん？動けない。やべ、グラフィックがくそ。おお！もういちいち怖え。音がでけえ。ちょっと音量下げろ、後で。ん？ガラケーだったな。スマホじゃなかった。あ、お久しぶりです。そうですね。卒園以来ですね。皆さん、お元気。卒園って何？卒園。え？私？そうですね。その、はい。あ、やべえ。会話が全然わかんねえ。電話してたわ。ユニットバスだったな。僕もユニットバス。マジで6畳しかないからクソ狭い。卒業したら引っ越したい。私のことを知っている人から、施設図でに連絡があったらしい。銭湯を経営してる人で、その銭湯で働かないかって。アパートも所有してるみたいで、住んでるみたい。田舎にある銭湯みたいだけど、私都会は合ってないかもだし、行ってみようかな。あ、都会合わなかったんだ。それで田舎で働くことになったってこと。すごい。やべ、すげえ。映画見て。めっちゃリアルじゃん。僕なんかポップなゲームしかしてこなかったからさ、スプラトゥーンみたいな。そういうキャラデザとか全く違う。うわ、怖え。うわぁ、趣があるな。あ、なんか泣いてる。あ、手合わせてんのか。カサカしてて。あ、ここでなんか事故でもあったのかな。お花供え物してて、ナムナムしてるわ。なんか娘とかが死んだのかもしれない。アパートはどこにあるんだ。アパート、これ。アパート、めっちゃボロそうなアパート。やっほー。怖え。顔が怖え。タバコ吸ってるわ。年上だな絶対。え、どこに行けばいいんだよ。2階かな。タバコアンチなんだよな。さっきの人とは仲良くなれない可能性がある。いや、でもタバコ吸ってる奴が全員悪いわけじゃないから。そこは、まだ改善のうち。あ、20だよ、OK。ここや。あれ？あ、開かないわ。鍵持ってなくね、僕。え？まあ、開かなかったと。一旦、出てきたなんか。こうや、最初のおじちゃんだ、これ。おじいちゃん。やべ、顔怖っ。なんでこれ。顔やばすぎだろ、これ。めり込んだわ。マイナさんだね。よく来たね。よく来たね。マイナって言うんだ。来てくれてありがとう。銭湯はこのアパートのすぐ向かいだよ。あ、銭湯の店長ってこと。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室ね。ちょっとボロいけど、中は結構いいから。マイナさんは今24だっけ。24。クソ年上やん。
あ、いえ、まだ23歳です。あと3日で24になります。あ、いえ、まだ23歳です。ちょっといきなり初対面にさ、生年月日バレるのまずい気がする。若い子が来てくれて助かるよ。これじゃ、これが部屋の鍵ね。準備ができたら、早速銭湯に来てくれ。スーパー銭湯みたいなのはちょくちょく行ったりするね。お風呂上がりに飲むオロポとかね、牛乳、コーヒー牛乳とかクソうまいんだよな。あれを食べるためだけに行ってる節がある。うーわーうーわ、えぇ、ー、汚ねえの次元をはるかに超えてる。絶対虫とか出るじゃんこれ。ゴミが散らかってるわ。なんかえ、なにこれ、物理演算がすごいことになってる。あ、これホールドで掴むのか。うわ、なんかペットボトルが茶色になってんだけど、何年放置したらこうなるんだ。うわ、汚ねえ。畳か、畳が傷ついてる。和風だな。築何年だこれ。100年とかいかないとこんなことになんないでしょ。何これ、タンス、タンス、お、タンス移動できる。うわ、やばいやばい。なんか下からめっちゃゴキが出てきそう。ザーって、うわあ、びっくりした。雲かと思った。穴が開いてる。え、うわ、覗けるわ。なんてこのゲーム。やべえ。え、覗けるわ、隣の部屋。もうプライバシーも一切ないな。なんかリンゴが置いてあって。なんだこれ。チェスの駒か、将棋か。うわ、くれえ。風が吹いてるな。なんか隙間風がすごい。あ、うわ、汚っ。え、ちこれ。やばいやばい。あ、でも一応人住んでんのか。ゴミ囲ってたりしてる。やっば。ちょ、あんまりなんか、もうやめよう。もうこのバイトやめよう。もう帰ろう帰ろう帰ろう。アパートに住み込みとはいえ、ちょ、帰った方がいい。さすがにこれは。いや、逆に慣れたら住み心地良かったりするのか。家賃0円だろうし。一旦綺麗にしていこう。まあ、清潔感保っていきたいね。なんとか。お、指定ゴミだ。家庭用。分別とかだるいよね。あー。一応コンロとかあるのか。いいね。僕、今アパートコンロないんだよ。あ、いちいち怖え。クレーからローディングが怖えわ。マジドキッてする。捨てに行こう。どこに捨てればいいかいいんだ。え、やば、なんか車が今廃車になってた。あ、ここか。ゴミ捨てて行く。あとはもう銭湯に行けばいいの。おお、すげえ趣あるな。結構歴史があって、おお、なんか千と千尋に出てきそう。この間僕九州で温泉巡りの動画出したけど、ね、割とこんな感じなんだな。ここが今日から働いてもらう銭湯だよ。これから仕事の説明をするから、おー、とりあえずバンダイの中に入って。初バイトだ。みんなガソスタのバイトしかしてないことないから分からん。何すればいいんだ。じゃあ俺が言ったことを実際にやりながら覚えていく。教えてくれる。俺がお客さん役をやるから。あ、優しい。結構教えてくれるじゃん。お客さんがお金を置いたら必ず受け取ること。はい、やってみて。いいね。次にお客さんに話を聞いたら、お客さんが必要なものを言ってくるから、ここのカゴの中に入れてね。頼まれていないものは入れたらいけないよ。じゃあやべえ、覚えないといけないってこと。いや、むずそう。ちょっと話を聞く。シャンプー、ボディーソープ、タオル。シャンプー、シャンプー、シャンプー、シャンプー。これがシャンプーか。シャンプー、ボディーソープ。あとなんだっけ？タオルって言ってた。タオル。ほら、簡単だ。ああ、簡単だった。今の流れで。いっぱいお客さんが来たらきつそうだな。間違えそう。めんどくさいけど。めんどくさいけど。ボイラー室の仕事を教えるから。ボイラー室の質を教えるからついてきて。え？めんどくさいとか言ってたな。ちょっとこいつ実は性格悪い可能性あるぞ。ちょ、こうやってクリアリングしていく。スプラトゥーンみたいにちゃんと角に敵が居持ってる可能性がある。ちょ、敵かっこ幽霊がいるか。少しぬるいね。少しぬるい、ね、ボイラー室で温度を上げようか。音がめっちゃ響いてる。怖え。今ちゃんとヘッドホンでやってっからさ、めっちゃ立体音響だった。ここがボイラー室。うわ、超銭湯だけどあまりの故障中。なんか事故でもあったんだろうな。オープニングのあれか。え、びっくり。暗っ。ローディング画面かと思った。うわ、暗っ。やだ、絶対出るじゃん。え、じゃあお風呂の温度の変え方を説明するよ。上のレバーを下げると温度が下がって。え、これバイトもみんなこんなことやってんの。下の薪を入れると温度が上がるよ。スーパー銭湯とかで働いてる人たち匂うから。ボタンでピッピッって温度変えるかと思ってた。薪以外は入れないようにしてね。
適温がオレンジ色だからそこに合わせるようにしてね。今は男性風呂の温度が低いから上げる必要がある。温度の管理もずっとしないといけないんだ。やってみて。バイトの域超えてるだろこれ。時給1000円欲しいね。一旦薪を入れる。オレンジ色って言ってたよな。やっぱめっちゃむずい。めっちゃむずいんだけど、エイムやばい。ちょっと、マウスのエイムに慣れてなさすぎる。ちょっとジャイロでやりたい、僕。プロコンで。よし、キーマウ。あ、できた。できたね。できた。お客さんの意外とセンスよくない？随時確認して、適温のお風呂に入れるように心がけてね。顔のさ、明暗が怖すぎる。あとカウンターのモニターでも、メーターの確認ができるよ。便利それ。じゃあ、次の仕事を教えるよ。いちいちここに来なくていいんだ。意外とハイテクだな。モニターでなんか監視できるって言ってた。え、怖っ、マジでここ明るくした方がいい。二度と来たくない。次に掃除の説明ね。掃除か。そっかそっかそっか。閉店用音楽が流れたら掃除の時間だよ。とりあえず今日の掃除を、掃除大変だろ、一人でこれ全部やんの。今日は浴槽の掃除ね。まず男性用脱衣所の掃除用具入れを、ロボット回線機とブラシがあるから取って。やべ、話全然聞いてなかった。回線機でお湯を抜いて汚れをブラシ、回線機でお風呂を抜いて汚れたブラシを。じゃあ今は俺の前の浴槽だけやってみようか。回線って何？回線棒みたいなのがいるって言ってたな。回線棒って何？やべえ、わからん。初手で積んだわ。何回線棒って、これじゃないな。ごめんおじちゃん、もう一度説明する。もう一回教えて、もう一回教えて。やばい。え、何？あー、これか。あ、これが何？水を開けるやつの棒。知らねえ。マジ知らん。みんな知ってた？これ回線キックだっけ。初めてした。これで学んでいこう。うわ、汚ねえ。髪の毛がやばい。髪の毛がうじゃうじゃ溜まってる。すごい綺麗にしよう。おい、今掃除した場所は今日は掃除しなくていい。掃除したわ。まあ掃除の前に俺が確認しに来る。あ、チェックしてくれるんだ。あ、さすがにね。臨機応変にやってくれたらいいか。ああ、大事なことを言うのを大事なこと分かってると思うけど、銭湯には規則があるんだ。規則、嫌な言葉。規則を守れていないお客さんは必ず帰ってもらうようにしてる。怖え、何それ。お風呂に入っている時でもね、ただお風呂が終わってからだと意味がないからね。規則を守っていないお客さんには帰ってもらう、覚えとこう。後で確認しといて。マイナさんは常識がありそうだから大丈夫。あ、常識あるかな、僕。大丈夫そう。やっぱりまあまあでも、言うて、もう言うていけるだろう。常識の範囲ってあれだろう、なんか、泳がないとか、お風呂でゲームしないとか、そんな感じだろう、多分。オッケーオッケーオッケー、あと任せてくれ。一旦、どこ、あ、そっか。まず受付しないといけないもんね。受付、おう、来てる来てる。やばい。右目が光ってるわ。話を聞く。あれ？話を聞く。シャンプー、ウェットティッシュ。おう。シャンプーとウェットティッシュ、これか。あ、お金取って。おいらはフータってんだ。フータって言うんだ。可愛い子よろしくね。あ、僕女の子か。可愛い子落ち着かないだろう。あ、僕女の子か、可愛い子って。うわ、なんだこいつ。クソヤンキー来た。やばいやばいやばい。よろしくって書いてある。話を切る。ウェットティッシュだけ。オッケー、簡単だな。ウェットティッシュを、やばい、引っかかる。で、お金をもらって。お前、お前最近ここのバイト始めた？なんか言えよ。うぜえな、お前がうぜえわ。やっぱ女はダメだな。なんだこいつ。男を番台に立たせろよ。やべえな、令和のゲームとは思えん。田舎だからそういうなんか女子差別みたいなのあんのか。終わってんな。ヤンキーなんか入れ墨とか体に入れてそう。入れ墨って入っていいの？業務内容、お客さんのお湯の温度管理、風呂の掃除。あー、まあなんかやべえやつが行ったら帰らすって言ってたもんね。でもそっか、女子じゃないと男子の温泉にも女子の温泉にも両方見回りできないもんね。そこがやっぱ女子じゃないといけないのかな。めんどくせえ、全部混浴にしよう。12歳以上、500円、安っ。7歳以上、12歳未満、小学生、150円。小人、7歳未満、無料。え、めっちゃ良心的な金額じゃん。僕が行ってるところ普通に1000円ぐらいするんだけど、あ、平日は600円だわ。あ、やべえ、特定される。あ、シアオ、やべえ、呼べない。あ、入れ墨か。入れ墨はダメと。なに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 、
やばい、トラブってる、トラブってる、行こう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 。え、猿が入っている。猿、え、おい、今こいつにお城を触られた。こういうやつがいると銭湯の質が下がる。ルールを守ってないやつは返してよ。シュタインズゲートのダルみたいな声してる。こいつがお尻を触ったらしい。帰ってもらおう。ちょっとぐらいあいつもまんざらじゃなかったでっち。いい男見つけたと思ったのに。やべえな。おい、なんだあいつは。今日おいらもう帰る。個性が強い客の全体的に。やべえやつしかねえ。でも接客業ってこんな感じなのかな。実際接客業やったことないんだよな。やべ、すごいな。水のテクスチャがムニムニしてる。一旦2人はもう帰ったと。まあ500円だからな、500円だからそれなりに人来そうだな。もうやべやべ、なんか水のテクスチャバグってね。あ、やべ、来た。いらっしゃいませ。あ、おばあちゃん、ウェットティッシュ、ヒゲ刀じゃない、なんだよ、ヒゲ剃りか、ヒゲ剃り、シャンプー、ヒゲ剃り。なんか銭湯に置いてあるシャンプーとリンスってさ、なんかおしゃれなフォントで書いてあるから、どっちがシャンプーでどっちがリンスでどれがボディーソープか毎回裏見てから製品ないよみたいなの見ていつも判断してんだけど、あれなんかパッと見て判断できる方法あったらいいよね。ひらがなで、あ、ひらがなってか日本語で書いてたらいいんだけど。はい。おお、びっくりした。二人同じ顔が来たかと思った。話を聞く。ボディーソープ、タオル、ウェットティッシュ。今んとこなんか普通のバイトのゲームみたいな感じで楽しいな。ちょっと待って、物理演算がむずいっちゃ、結構エイムが。ウェットティッシュ、あ、いいんじゃない。僕結構バイトのセンスあるかもしれない。若い人やね、人やね、新しいバイトの子。そう、最近ありました。私らここよく来るんよ。これからよろしくね。ほら、ミオさんも何か言ってあげなさいんだ。わしゃーすかん、わしゃーすかん。ごめんなさいね、この人悪い人ではないんですよ。そういう人は大体悪い。ところであなたはなんだか見覚えある顔にとるわ。え、誰だったかいな。芸能人とかかな。そんなこと初めて言われました。そうや、前ここで働いとった子にそっくりや。へえ、その方今どちらに。どうしとるんやろ、長いこと見とらんないな。もう何年前のことや。ほんと似とるわ。ニオさんもそう思わん。わしゃーすかん、あ、違った。前の従業員似とるか。急におらん子なんた子やろ。まったく似てないと思うが。それにしてもこの子どうも、わしゃーすかん、ここに合わん。なんだこいつ。もう何言っとん。気にしようせんね。気にしん、頑張りよ。頑張ります。こっちめっちゃ見てくれ。やばい、帰り道、夜道刺されそう。怖えな。恨まれそうだな、サービス業。あ、やばいやばい。え、オレンジ色だよな、これって。ボイラー室。やべ。これは、あ、監視カメラ。うわ、怖っ、この監視カメラ。待って、ボイラー室行こう。ちょ、温度上げに行かないと。いやー、出てきそうだけど。あ、でもさすがに営業中は出てこないんじゃない、幽霊とかって。深夜2時が一番出やすいって言うよね、幽霊って。あ、ここに開けて温度をバッコリ上げていく。よし、もう一個ぐらい入れとくか。真ん中ぐらい、オレンジ色の真ん中ぐらいまで入れる。やべ、入れすぎちゃった。あ、でこのレバーで温度を下げるんだっけ。あ、いいんじゃん、いい感じ、いい感じ。早くここ出よう。マジ怖え、ここガチ壊す案件。あ、今チンって言った。え、何、勝手に動いてる。でもバグか、ほらか。うわ、イケメン来た。 TikToker だろ絶対。ウェットティッシュ、タオル、ヒゲ剃り、ウェットティッシュ、タオル、ヒゲ剃り。俺、レイって言うんだけど。君、どこ住み？あー、答えなくてもいいよ。俺、天才だから、そういうの分かっちゃうんだよね。近くのアパートっしょ？あ、あたり？今度遊びに行っちゃおっかな。あんまり友達になれないタイプだ、あれ。学校によくいる。うわ！怖っ！
おお、こいつは普通か。ま、マジ怖え。なんかおかしいぞ、この戦闘。勝手に物は動き出すし、なんか変な客ばっか来るし。止めておこう。誰も気にしてないのもまた不気味だな。さっきのイケメン今お風呂入ってんのかな。ああ。今のところでもマナー守ってるやつばっかだな。話しかけることはできないのか。あ、来た来た来た。陽キャってああいうタイプがいるからマジコミュ障つらいわ。お、普通っぽい人来た。ようやくシャンプー、シャンプー簡単ね。あいよ、あんた若いからっていい気になってんじゃないわよ。田舎じゃ地域のために働けないとダメなんだから。なんだこいつ、どこから来たのよ。答えられないってわけ。失礼な子ね。私は都会から来て苦労してんの、いたわりなさいよね。てかねえ、あんな汚い女も入れるわけ。同じ返答に入るの嫌なんだけど。え、なんか汚い女とか来たっけ。怖い。え、あのおばあちゃんのこと言ってんのかな。おめえも数十年後にはああなってるかもしれねえだろ。いないよな、なんか汚い女とか。怖、なんか怖え。全部が怖え。お、今んとこみんなでも普通に使ってくれてるからいいわ。クレーム対応が一番だりーからな、絶対。イケメンはもう上がったのかな、お風呂から。 BGM いいな、結構グラフィックもいいし。銭湯から上がった時の牛乳がクソうめんだな。じゃあ僕もなんかこっそり後で飲もうかな。店長特権で。オッケー、普通に使ってる。よしよし。これ時間制限とかあんまなさそうだな。一人ずつ縛いていけばいい感じなんじゃない。また TikTok かみたいなの。ボディーソープシャンプー、ボディーソープシャンプー。はい、やっほー。びっくりした。やっほー。ねえ待って、あんなイケメンもこんな寂れた銭湯に来るの、マジでやばい。髪も白い肌もめっちゃタイプなんだけど。Bリアルとかやってそう。Bリアルは写真じゃないから学校で撮ってもいいんだもんみたいな。ん？ねえ、男の人でも女湯って入ってんの？え？入ってたっけ？入ってた？やべえ、注意できてない僕。イケメンはそういうのもありってこと？ただしイケメンに限るってやつ？いいの？待って、いろいろとやばい。あー、でもまともそうだからいいや。やべ、びしゃびしゃすぎるの、みんな体拭いて上がらないんだ。男、くん、男湯こっち入ってたよな普通に。別の人見えてる、もしかして僕には見えてない別の男性を見えていた可能性ある。うわ、びっくりした。え、何あれ、怖い、びっくりした。物理演算バグってんだろうな。なんかテクスチャーもところどころバグってるし。お、またまともそうじゃん。いいね、まともそうな客だ。大学生かな。タオル、ウェットティッシュ、ヒゲ剃り、ボディーソープ。やべ、あ、補充するがある。あ、いいな、便利で。タオル、シャンプー、ボディーソープ、あとなんだっけ、ヒゲ剃りだっけ、全部込みだっけ。まあ、全部入れりゃいいだろう。話を聞く。あ、やべ、違った。え、もう一回聞こう。タオル、ウェットティッシュ、ヒゲ剃り、ボディーソープ。え、これがなんか、オッケー。若いわね。あなたが親分の言ってた。なんとなくあんたを雇った理由がわかるわ。あ、一番いい客じゃない。親分っていうのが謎だけど、この人ヤンキーかな。親分って多分ここの店長のことかな。ボイラー室いつも見とこう。あ、温度いい感じだね、だいぶいいね。ここになんか急に映いそう。でーんって絶対出るだろ。よかった。あ、待ってくれ、嘘だろ、最悪だこいつ。ちょっとおかしいだろ、おかしいだろ。水着で入ってたわ。あ、バツついた。あ、待って、こいつもおかしい。このいつも入れ墨入れてる。帰ってもらう、帰ってもらう。はあ、親分がこの銭湯は刺繍入れ墨入ってるの大丈夫だったって言ったのに、てめえ調子に乗んなよ。まともだと思ってたのに。なんだその下げすんだ目は。スタイルめちゃめちゃいいね。でも最近結構入れ墨 OK の銭湯増えてきたけどね。全然入っても OK みたいな。変わってきてる。ヒゲ剃り、タオル、シャンプー。ヒゲ剃りってこれ何使うんだ銭湯で。やべ、あと2回ミスったら僕アウトってことかな。お子さんは7歳満ですか。何お子さんって、
ん？何のこと？7歳未満の子供は女湯に入れるってそこに書いてあるわよ。銭湯のルールはちゃんと把握しておきなさいよ。みんなに叱られる僕嫌だ。この仕事やめよう。おお、びっくりした。え、子供なんかいたマジびっくりした。こっち見んな、こっち見んな。7歳未満か。あ、だから無料か。あ、そういうこと。お子さんは混浴まで。あ、混浴していいのか。めっちゃ見てこっち。え、これ本当に7歳。え、普通になんか10歳ぐらいいそうなんだけど。見回り見回り、特に何もないと。やべ、あと2回ミスったら終わりか。ちゃんとお風呂に入っているといったところで、かけ湯してから入れ。でもいいな、こういうなんか富士山がある銭湯とか。僕入ったことねえわ。あー、あとこれ閉めとけ、絶対絶対閉めとけサウナは。なんかテクスチャーバグってんな、ところどころ。でもいいな、毎日銭湯行けたら神だろうな多分。ここ食事はなさそうだけどな。銭湯とまあ飲み物だけみたいな感じかな。ポスターが怖え若干。あれもう一人は子供がいねえ。え、今これお母さんでしょ。さっきの男の子はいねえ。上がったのか、サウナかな多分。サウナか。あ、こうなんだこれ。ここ入れる。故障中。あ、入れねえわ。あー、やべえ、入れねえ扉。え、子供帰ったもしかして。あ、なんだこれ。重要指名手配。身長180センチ、特徴痩せ型、短髪、マルヒサトール23歳。似てると思ったらすぐに極不動産まで連絡を。え、警察まで連絡をじゃないんだ。180センチ高えな。僕もそんぐらいなりたい。僕170センチだからもう完全に負けてる。あ、ホタルの光だ。営業終了。よし帰ろう。これ掃除して。掃除は、おい、来てる来てる。今日は仕事少し間違えちゃった。間違えちゃった一人。まさか水着で入ってるとは思えなかった、ね、お前初日やからな。あ、許してほしい。掃除よろしくね。掃除が終わったらお風呂に入っていいから頑張るわ、ね。まあ、これ怒られたというよりかは注意だな。あ、そうだからセーフってことにしよう。よし、じゃあ掃除しよっか。掃除掃除掃除。これで水を抜いていけばいいのか、どんどん。うわー、びっくりした。マジで怖い、ガチで怖い。あ、ねえお母さん帰ってたよ。お母さん、僕にはお母さんなんていないよ。やべやべ、ちょセンシティブな話題じゃないそれは。いろんな子供がいるから水抜いていって、効率的にやっていこう。もう全部抜いてからそれで掃除しよう一旦な。で、これシャカ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 。汚ねえな、汚ねえな。でもこれでどんどん綺麗にしていく。いや、いい仕事だ本当に。どんどんまとめて綺麗にしていく。うれ、すみません、そちらにどなたかいますか。すいません、なんか誰かいるんだけど。いるはずもない。え、さっきいなかったよな。男湯に誰かいる。いえ違うんです。え、私は AI みたいな声だな。従業員で、あの従業員、儲けが足りないので私の方に。従業員いるのか。え、怖っ。わかりました、オケを渡してくれって。従業員がいるのか。僕だけじゃなかった、もしかして。これを投げる。あれ、おい、やばい、投げるのむずい。あ、右クリックか。ありがとうございました。ありがとうございました。え、待って、従業員いたのか。さすがに全部一人じゃ掃除きちいもんな、どう考えても。だいぶ効率よくない。僕 RTA みたい。今日の掃除は終わり、シャワー浴びよう。あ、そっか、無料でシャワー浴びていいって言ってたもんな。あーちいな、これは。でも怖えな、一人で浴びるの。出てきそう。あーあ、え、あ、自分の顔か、自分の顔か。鏡で映ってんのか。こんな顔してたんだ僕。 AD これで髪の毛をゴシゴシ洗ってる。あー、ほらほら出る。しかも男じゃなかった。やばい、変態がいる、ストーカーがいるわ。
怖え、なんか主人公の顔もなんか死んでるし、目に入らないとかない。あ、は、早いこと帰ろう。ドンって来るぞ、みんな気をつけろ。来るぞ来るよ。来ない。うわっ、さ、猿。え、暗くない、なんか。え、なになんか、おかしい、なんか違う。猿が入ってきてる。田舎って銭湯にお猿入ってくるの、ジョージじゃん。待って、なんか赤いちょっと待って、やばい、なにこれ、どうなってる。猿がいっぱいいる。猿全員で入りに来たのか。やばいって。だから、え、死んでる人が、これイケメンじゃん。帰ったと思ってたんだけど、うわあ、口からなんか、煽りプレイしてる、こいつら。煽りプレイだ、エモートで煽ってな。最悪だ、ミンド、ここのミンド終わってるわ。死体煽ってたな、今。死を喜んでた。多分 TikToker で、多分猿がアンチっていう意味なのかな。そういうことだろうな。若干まだ感度が高いな、マスの。もうバイトのしか、あ、これ、アパートか。昨日のは何だったと。あ、帰れたんだ、あそこから。どうやって帰ったんだ。布団で寝てたのね。ここもなんか出そうだな。鏡に自分が映ってない。あ、干してある。ピンクだ。あ、テレビ。あ、結構薄いな。有機ELの可能性がある。ちょっと隣の様子見るか。これ毎日のルーティンとして、隣を見ていく。リンゴが置いてあるわ。ちょっと食べてあるな。ここリンゴがいくつかあって。あ、ま、なんか汚くなってない？昨日より。ほら。なんか髪の毛が、髪の毛がすごい。どうやったらあんな長い髪の毛なのか。もしかしたら初音ミクが散髪したのかもしれない、あそこで。そんぐらい髪が長かったな。結構生活感出てきたな。お酒じゃない、これ。ゴキジェット。もうちょっと綺麗にした方がいい。隣いなかったっすよ、覗いたけど。誰が住んでるか知らないけど。警察呼んだ方がいいと思うけどな、あの状況だとさすがに。雨か。夜に仕事するのか。生活リズムぶっ壊れそうだな。僕もでも深夜逆転してるから、夏休み。ちょうどいい可能性がある。お、あいつ、レイだっけ？レイだっけ？あ、さっきのイケメンか。飲みすぎてたみたいなんだ。いや、絶対違うけどな、あれ。若いやつに多いんだよ。酒とかじゃなくて、もう、たまにあるけど、猿がやばかった。やめてほしい、ね。死を喜んでた、あれは確実に。あの銭湯には、猿がいっぱい。そう、どうあがいてもおかしい。ああ、猿。田舎だからね。ああ、田舎猿なんてそこら中にいるよ。いや、違うって。この辺ではよくあることだから信じてくれない。気にしないで。え、よくあるんだ。さ、え、田舎って。じゃあ今日は壁掃除ね。あ、まあでも、まあそうか、壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。入ります。ああ、そうそう、今日は常連の圭一さんが来る日だ。圭一さん、久しぶりに来てくれるんだよね。この日を楽しみにしてたんだよ。スーツを着たいかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね。分かった、見かけたら覚えとくわ。圭一さんっていういかつい人が来るらしい。常連さんか。お、来た、いらっしゃいませ。ボディーソープ、タオル。慣れてきたな、これ入れるのも。結構ボディーソープ、タオル。今回ノーミスで行きたいね。あんな自分、仕事遅すぎるで。若いからって仕事ができるんとちゃうんやな。もう初回からもうバチクソに煽られてんだけど。もっとちゃっちゃとせんとあかんで。私の方がこの仕事できるんちゃうか。なめとんとちゃうぞ。これなんかツイッターにいそうだな。なんかツイッターのリプにいそうな言い方してくるわ。なんかツイッターの時だけエセ関西弁喋って、で現実じゃ全然関西弁喋んないみたいな。ああ、僕も煽りプレイするわ、これで。屈伸して、くんくん。今日雨だからお客さん少なそうじゃない。ボイラー室、チェック。あ、女湯がちょっと暑いな。ちょ、これ温度下げよう。まずい。ちょ、お風呂に入る前に僕が温度下げよう、一旦。早めに。行って、うわ、ボイラー室マジ行きたくねえ。
だ、誰もいないよな。大丈夫だな。オッケー、意外とアンチの可能性ある。これで温度下げて、オッケー。で、一旦戻り散らかして、これで多分温度ちょうどいいだろう。ああ。これ入ってるわ。お客さん来たかな？チンの音聞こえなかったけど。来てる可能性大。あ、なに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 、怖い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 。ジュークボックスがバグってる。お、なんだこれ。顔真っ白じゃん。タオル、シャンプー。作業着だから、なんかそういう仕事の後に多分お風呂入ってきたんだろうな。お嬢ちゃん。それなりにいい体してるが、もっと痩せた方がモテるぜ。料理なんかできるのか。むぜえな、なんか。他人に対して。女のくせに、料理もできないのかよ。僕料理できない。女赤字、育児が完璧じゃねえと。まあ、お嬢ちゃんならギリギリだけど、合格だな。俺の女にしてやるよ。うぜえ、いい。は、恥ずかり屋さんなんだな。嫌いじゃないぜ。まあ、今日のところはとりあえず風呂入るわ。うぜえな、こいつ。女は料理ができないとダメとか。もう時代が古すぎるよ、これは。やべ、男湯は今度あっちは。忙しいぞ、この仕事結構。急げ、急げ、急げ。ボイラー室にもう一人ぐらい欲しい、ずっと。一人じゃちょっときついぞ、これ。やべ、客も来るし。よし、温度下げて。もう RTA 並みにショートカットしていく。OK、間に合った。でも実際やっぱ料理って勉強した方がいいのかな？僕料理できないからさ。料理できる人を尊敬する。普通にむずいあれ。どんぐらい難しいかっていうと、まだ数学の方が簡単だな。あー。料理なんか、レシピ通りにやってもさ、なんかうまくいかないじゃんあれ。なんかアドリブ力が求められる。感覚に近い。なんかこいつ、ボイラー室に入ろうとしてる。待って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 。ここ立ち入り禁止だぞ、お前。なんか、目バグってない？どこ向いてんだ、お前。やべえ。え？薬やってんじゃない？なんか明らかに表情がおかしい。ん？いや、いないよな。お前、おかしいけど、なんかお客さん来たから、一旦あいつ放置で。ちょ、おかしい。なんか話しかけれなかったし、帰ってもらおうと思ったのに。おぉ。スキンヘッド来た。シャンプー、ウェットティッシュ。シャンプー、ウェットティッシュ。はい。今日って客、結構来てる？ちょ、僕コミッションだからあんま喋んないとこ。ああ、でも、いないことはいないよな。いっぱい来てくれると、いいなぁ。怖いな、なんか。でも、この、銭湯の上、うん？お前、え？着替えずに、帰ろうとしてる。お前、ちょっと待って。なんか呪われてない？絶対なんかついたよな、お前。そのまま帰るんだ。いや、あいつもあいつで無視していったし、スキンヘッド。あ、まあ、ちょっと、それはお客さん、お客さん。カメラはダメで、つけてもらいます。警察呼びますよ。ああ、最後に、君の写真を一枚撮らせてくれ。変態じゃん、これ。通報者行く。え？うわ。近寄らないでくれ。もう帰るから。何が映ったん？ちょっと見せてほしい。そんなに僕顔やばかった？ちょっと見せて。え？失礼なやつだな、お前。なんか映ったのかな、幽霊とか。お。シャンプー、ウェットティッシュ、ボディーソープ。このセットが多いな。シャンプー。ボディーソープ、タオルってこの、デフォルト、え、どっちだったっけ？ 2分の1。どうして？ああ、正解。どうしてあんたみたいな小娘がここで働いてんのよ。あいつ私が働きたいって言っても雇ってくれなかったのに。どうせあんたみたいな子には、この銭湯には務まらないわよ。もってあと3日ね。ふん。僕も辞めて、今日で辞めるわ。安心してほしい。今日で辞めますもん。飛ぶわ。大家さんとかに言わずに、無言で立ち去る。曲変えれるか？なんか渋いな。曲変えよう。1番。まあ、一旦1番にしようか。ジュースボックス、スプラにもあるよね。あのロビーに。お金入れてやるやつ。これが元出たよな。おい、ちょっと待って。足湯みたいにこう歩いていくな。なな、違う。
どうしたババどうしたどうしたそれ帰ってもらおう。もうあんたみたいな小娘になんて私が何したっていうのよ。あんたにはこのバイト無理で。ちょ、髪染めてるんじゃねえよ、お前。ふざけんな。お前、ちょ、ギャグだろ。ボブ。久しぶりだな、ボブ。ボディーソープ、シャンプー、ウェットティッシュ。はい。普通になんか日本語で育ってそう。いや、なんでもない。めっちゃ流暢だったし、コミッションだったな。おお、清く正しく美しく山地です。地下アイドルみたいなの来た。銭湯なんて久しぶり、テンション上がります。すごい髪が金髪だ。僕金髪憧れるんだよな。綺麗。やべ、一人ミスった。気づいたら、あっ、びっくり。幽霊じゃないよな。素でこの顔？ちょっと待って、目がうんってなってる。目がうんって。怖っ。ドッキリとかじゃないよな。ち、早くしろよ。なんか配信遅れた時のチャットみてえだな。もう疲れる、この仕事。なんかまともなやつがいねえ。あ、ヒゲ剃り単品、珍しいな。はい、えへへ。お前か、金出すよ、金。は？は？待って、こいつ金払わなかったぞ、お前。コロナ対策でマスクしてんのかな。防塵マスクじゃん、よく見たらこれ。ちょっと待って、お前待って、金払えって。無線入浴。なんか喋り、話しかけれねえわ、こいつ。めっちゃ睨んでくるんだけど。水のテクスチャーバグってるし、 やばいって。もうまともな。ちょっと待って、ちょっと待って、女湯だぞ、ここ。帰ってもらおう。なんでダメなのさ。僕は小さいんだから、子供と一緒。子供なんだから何でも許されるんだぞ。犯罪になる。ごめんなさい。謝れるからまあギリ許そう。また来てる、また来てる。怪しいな、なんか黒ずくめじゃん。似てない、なんか。指名手配の人来た。入れてあげよう。ノーオーダー。どう見ても、ほらほら、ポスター見てる。指名手配の人じゃん、明らか。何も喋んねえし、まあいっか。お、まだその帽子。シャンプー、ボディーソープ、シャンプー。やべ、毎回引っかかる、これむずい。ちょっとボディーソープ、よし。はい、あんたさ、若いのになんでこんなところに働いてるわけ。他にもっとあったでしょ。無言でいこう、僕コミッションだから。もう喋らない方がいい、トラブルから。コミッションくっそ、こいつ。いかにも私か弱くて働けませんって感じで、で、男は、男、彼氏はいるかって聞いてんの。くっそ。無言貫くわ。その顔何？一番腹立つな。ムカつく。まあ彼氏がいたとしてもしょうもなさそうな男だけどね。あなたにはそんな奴がお似合いよ。普通になんか首根っこ掴んで温泉で溺らしい。多分ここで溺れたとしても多分証拠とかないから、監視カメラとか。普通に隠蔽できる。で、死因は温泉で溺れましたってことでしょ、こいつは。コミショなのはちょっと結構僕気にしてるから、ちょっと傷ついた、普通に。でもしゃべったら喋ったで傷つくから難しいよな。喋んない方が利口な気がする、最近は。墓穴を掘るじゃないけど。もう帰ったの、あいつ。早いな、みんな。温泉入って帰るまでが。こいつボイラー室入っていかなかった？いない。どこ行った？普通に帽子かぶって入ってたから、あの時点で返すべきだったな。温度が高いわ、ちょっとこれ下げよう。ああ
怖い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 、油断してた、怖い怖い怖い、あーもうダメ、もうやめよう、もうやめよう、もうやあ、でも強そうこいつ。あ、こいつがなんか言ってた、今日の常連さんって人、ちょ助けてもらおう。ちょマジそのガタイでさ、ちょ守ってほしい僕のこと。ちょ僕呪われてるわ。新しいバイトの子だね。俺はケイチってんだ。これからよろしくな。あ、強そう。スーツ着てるしね。なんか戦いに強そうだから、これ味方にしていきたい。慣れてるね結構。常連さんって言ってたから。この銭湯の謎も知ってそう。なんでこんな幽霊出る？ちょ待ってくれ。おい。入れ墨入れてんじゃねえか。常連なの入れ墨入れてるでどういうことだよ。帰ってもらおう。え？なんでもない。サングラスもつけんのかお前。帰らせれねえぞこいつ、常連だから。常連特権ってやつだ。え、じゃあ親方ってこの人のことももしかして、あの美人さんがさ入れ墨入れてたじゃん。この背中を流してくれないか。ちょ入れ墨ごと流していい？悪い。もしかしたら絵の具の可能性がある。生きてて、そういうシールとか貼ってる時期かもしれん。あ、誰にでもあるな、そういう時期は。もしかしたら株主なのかもしれない、ここの。え？あ、びっくりした。重ねてとの入れ墨かと思った。そしたらちょっと、称賛したのに。細かく、綺麗にしていく。なんでこんなところで働いてんだ？いや、ちょっと成り行きで。お嬢ちゃんみたいな若いもんが。銭湯のオーナーと知り合いで。そうかい。あのおっさん、おじきかなんかか。いや、全然関係ねえ。まあいい。この銭湯はうちがバックについてるから安心だぜ。俺たちのおかげで成り合ってる。あ、単純にヤクザのみかじめ料で、ただ金取ってるだけか。こいつ、でかい顔して脅されてんだ。まあ、少しは好きにさせてやってる。こんな田舎にヤクザっているんだ。でも実際に会って気が変わった。お前、こんなところよりうちの会社に来ねえか。会社？ジョーちゃんだったら、そうだな。それなりに良い待遇にしてやるよ。いや、行かない。あ？俺の誘いを断るって、お前みたいな弱い女断れる立場じゃねえんだよ。怖え、殴られそう。俺はお前を無理やり会社に入れることだってでき。え？何？え？お、鼻血が出てる。え、なになに？怖い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 。叫びが聞こえる。え？どうした？救急車呼んだ方がいいじゃない。呪われた、なんか何も話しかけれない。なになに？叫びが。呪われてるわ、ほんとに。銭湯で喧嘩したらこうなるってこと？あ、でもちゃんと着替えたろ、こいつは。二度と来るな。二度と来るんじゃねえ。ああ。ちゃんと帰れるかな。ちょっと心配だな。ちょっとついていってあげる、さすがに。あ、でもちゃんと意識はあるっぽいな。朦朧としてるだけで。あ、仕事が終わってない。あ、謎結界できない。あ、終わりだ。じいちゃんもうやめます、もう。仕事もうやめます。間違えた、ね。もう給料いらないです。やべえ。最初一言でもそれか。まあ、まだ許せる範囲がな。いや、仕事むずいよ、じいちゃん。頑張ってね。頑張る。ところで、圭一さんはちゃんと来た。あ、さっきのヤクザな。来ただ。なんか鼻血出してるんだけど。圭一さんの様子はどうだった？何か変わったこととか。変わってた。少し様子がおかしい。なんか血相悪かった。そうか、そうか。あの圭一さんでも。喜んでる。やっぱり、呼んでよかったよ。ええー、こいつ黒幕じゃん。掃除してから帰ってね。呪いを悪用してんだ。だから、圭一さんのことが嫌いだったから、この銭湯に招待して、呪い殺してやろうっていう、そういうことか。ちょ、一旦掃除しよう。掃除してさっそく帰ろう。あれ？拾えねえ。え？拾えねえんだけど。バグか。油断してた。くっそ。怖え、このゲーム。人間が一番怖え。きっとあの子の霊だ。殺されたんだ。あ、待って。うんこしながら話しかけんでもらえる？悪い。ちょっと待ってくれ。なんだその話の仕方。せめてズボン履け。
お、キスされた。うわ、シミすご。何かどうしたらこんなシミがつくんだ、壁に。あ、綺麗になったわ。よし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 。カビキラーでな。あ、あそこも汚ね。汚くなりすぎだろ。さすがに、そんなに人来てないのに。10人ぐらいだったろう。綺麗にして。あ、え、なんか、人の顔に見えるシミが。え、待て待て待て。え、お客さん来た。バンダイのベルの音？行ってみよう。すいません。地獄銭湯はもう閉店でーす。閉店です。あ、怖い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 。ボイラー室から煙が出ている。確認しに行こう。は？誰かいるんだけどお前。これ警察だ警察、普通に。突き出そう。あの時ボイラー室に入った人が隠れてたのか、この帽子かぶってたやつ。マジでやばい。ここの民度終わってる。だるいって。うわぁ！え？え？シュフーンって逃げてった。隠れてもバレるだろ、それは。え、どこ消えた？なんか、チュクチュクチュクって、小賢しい動きしながら、どっか行った。え？あ、なんか燃やしてる。ブレスレット？首飾り？チョーカー？そりゃなんか異変起こるわ。うわぁ！お前、ふざけ！どうしたんだい？ふざけんなよ、お前！おい、声かけろって、絶対。もう、ああ、またか。いや、腹立ってきた、逆に。俺が直しておくから。もう心臓がしんどくて腹立ってきた、逆に。お風呂でも入って。ああ、でも直しておいて。帰りなさい。くそ、なんか腹立った。こいつ、ちょっと一旦芝居ていい？なんか、普通に、これで殴るわ、顔面。うるえ。うるえ。あんま、舐めとんとちゃうぞ。こっちとら、やばい客を相手にしてるから。ストレスが変わる。あ、こいつなんか謎のバリアがあって殴れねえわ。くそ。絶対大家が黒幕だろう。なんかしてるわ、絶対裏で。お風呂入れるから一回無料で。ちょ、やっぱ金額下げすぎるのも良くないな。ちょ、銭湯。やっぱ1000円にしよう。500円は民度が下がる。いやー、なんか鏡きそうだな、今回も。え？気のせいか。最近シャンプーの案件でもらったシャンプーずっと使ってるから、なんか普通に、めっちゃ髪の匂いいいんだよな。なんか声かけ。やばい、疑心暗鬼になってる。声に聞こえる。なんかシミとかも人の影に見えるし。ちょっと待って、あ、ちょっと待って。ちょっと。やべ、配信でやればよかった。まだ配信でやった方がなんかみんなのコメント見れるから安心できたかもしれん。もういや、なんか鐘鳴ってるし、なんか温泉もなんか黒いし、門町でしょ。すみません。そちらにどなたかいますか？あ、昨日の声だ。昨日のどうかされました？私はここの従業員で、そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？おかしいだろ。わかりました。投げればいいのか、おかしいだろ。おかしすぎ、ちょっとなんか、水テクスチャーがバグっててさ、全体的に。アヒルがなんか貫通してる水に。拾えないんだけど、バグってるね。これも演出かわからん、ホラーゲーム。全然拾えないんだけど。待って、このアヒルなんか、髪の毛ついてね、汚ねえな。すみません。髪の毛生えてるわ。そちらにどなたかいますか？え、ボットだ、ボット。AI みたいな。投げろ、一旦。私は、ここの従業員で、そっちに行ったアヒル、私の方に投げてもらえませんか？マジ掴めない。あ、掴めた。投げればいいのか。やっべ、髪の毛がクソ絡まってら、きったね。投げ方がわからん。右か。投げた。 OK、 ちゃんと受け取れよ。お、投げ返してきた。キャッチボールしてんのか、僕と。いいぞ、とことん付き合うわ。
キャッチボールな。やべやべ、ちょ、拾えねえんだって。なんか、アヒルがどんどん黒くなってる。やばい、めっちゃ髪の毛まとわりついてる。あ、やべ、来るぞみんな。気をつけろ。あ、なんもなかった。すみません、やボットだ、完全にロボットになってる。どなたかいますか？同じセリフしか言わん。私はここの投げるから待ってろ、投げるから、慌てんな。あ、すぐ投げればいいんだね。つかめ、よし、来たね、気持ち悪い。キャー、気持ち悪い、どうしよう、やばい。何、怖い、出れない、ここ。え、ごめんなさい、許して。終わった。生阿弥陀仏。備えられてた花が散ってた。マジで何だった、クソ怖かったな。え、もう、え、これずっと続くの、もしかして。ちょっとバイトなんて受けなきゃよかった。僕はホラーゲーなんてしなかったらよかっただよ。お互い辛いな。まさかこんなことになるなんてな。僕もまさかホラーゲーでこんな辛い思いすると思わなかった。二度とホラーゲー。わ、下着の色がピンクから水色になってる。ちょ、一旦隣でも見るか。一旦な。あ、今日来そうじゃない、隣のやつ。でも、あらかじめ、心の準備しとけばいける。行くぞ。あー、普通だな。あ、でもリンゴ全部食べ終わってる。え、待って、なんか。え、何これ。え、髪の毛でワシャワシャなりすぎやろ、これ。おかしいって、なんか。はぁ、もう、こんなやつが隣に住んでるとか、嫌なんだけど。なんか虫取り網あるし、ハエたたきか。あー、やべえ、もう汚い。もう掃除する余裕もなくなってる。主人公ゴキジェットが2本になってる、1本から。これなんだ、これ。トイレかな。おっ、ちょっと待って、もうやだ、出方が。いや、昨日はよく眠れたかい？全然寝なかった。昨日、銭湯で君の悪いことが起こって、昨日、銭湯の従業員だという女の人。うわ、どれも聞きて。従業員だという女の人の声。これが一番気になるな。これ聞いてみよう。ああ、田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。田舎だからセリフ、うぜえな。霊とかその類が現れるのって、大抵人が少ないところじゃない。全部の事象田舎だからで済ませれるじゃん。この村も例に漏れずそういうことがあるんだよね。ああ、でもどうだな、呪いとか霊のことなら銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみて。神社とかあったっけ。神主がいるから話しかけて。ああ、でもさっきローディングで神主おったな。どうにかしてくれると思うから。俺もマイナさんが安心して働けないのは心配だからさ。お払いしてもらうか。必ず行くんだよ。あと少しだから。あと少し、じゃあお願いね。あと少しって何、繁忙期とかあるのかな。まあ一旦お払いしてもらうか。でも意外と僕自体はあれよね、危害には合ってないよな、今のところ。鼻血が出たりとかはないよね、今のところ。神主のところ行くか。いやな、どうしよう、なんかとてつもない霊が。お、こっち行ったことないな。こっち行ってみよう。なんかあるんじゃない、アイテムとか。レアアイテム。あ、何これ。タに行こう。え、あー、なんだこのステッカー。全然雰囲気と合わんけど。ここにも貼ってある。狼。あー、空き巣注意。野生型40代男性、カーキ色のシャツ、グレーのズボン、青ひげを生やしている。どこにでも言いそうな情報だな。そんなんで捕まえるのか。せめて顔写真欲しいな。よし。あ、神主か。神主に会わないと。あ、ここか。え、すげえ。え、なんか、絵馬が飾ってある。え、なんか、もしかして、本当に実在する人これ。
楽しい配信を続けていきますように。VTuber とか、ガッチマンさんとかいる。YouTuber、あ、もしかしてこれなんか、スポンサー的な宣伝してんのかこれ。宣伝か、あ、VTuber めっちゃいる。そういうことか？お金課金したら、あそこ乗れるのか僕も。あなたが、大家の言っていた。顔が怖え。マイナさん。マイナです。こんな村によく来ましたね。本当だよ。どこかでお会いしたことがありますか？みんな言ってくるな。いや、初めてだと思う。芸能人に似てるとかですか？そういうことではないのですか？そういうことではないですか？何か。美人だからもしかしたらそうなんじゃない？みんな言ってくるもん。どっかで会ったことあるね、みたいな。何かお困りのことありますか？銭湯でお菓子、これ分岐かな？なんか分岐な気がするけど。エンドに違いあったりする？まあ、一旦銭湯でお菓子のこと。邪悪なものを感じます。そうでしょうね。あなたがここに来てから知ってるのか。それは強まっている。また壺とか買わせるやつ、ね、まあとりあえず八百万の神々の祝福を与えてあげましょう。おお、一応祝福もらえるわ。このお守りを肌に離さず持っていてください。八百万の神々がお守り照らしてくれますよ。おいい、ありがとう。神主味方がもしかしてここに来て初めて。神主味方っぽいな。お守りもらったわ。これで僕呪われなくて済む。ちょ、行こう、今日のバイト。男か女かわからん。いや、男だろ、どう見ても。おい男にしか見えないけどな。帰ってもらっ、いや、でも難しいな、このご時世。どう、いや、でも帰ってもらおう、さすがに。帰ってもらいます。ああ。やっぱ訴えられない？大丈夫？なんで私が。何しても大丈夫じゃない。女性差別だわ。ちょ、難しいな。ポリコレとかな。あ、また来た、こいつ。指名手配犯。お前、毎回なんか無言なんだよな。どうする？ほら、話しかけてみるか。お風呂入らないんだよ、こいつ。全然動かねえじゃん。俺はソウルって言うんだけど、急に話しかけんだ。俺の双子を探してる？何か知らないか？どんな人ですか？人探しか？それがわからないんだ。え？今この村にいることは知っているんだけど。あなた、あ、もしかしてあなたポスターの、ちょ、触れてみよう。ああ、あのポスター見たのか。やばい、殺される。俺は何もしてないんだ。イケボだ。信じてくれ。主人公みたいな声してる。この村に俺のことをよく思わない奴がいるみたいで。誰かがあんな変なポスターを。それは災難だな。とにかく俺は誓って悪いことは何もしていないし、誤解なんだ。妹のこと何か分かったら教えてくれ。いや、多分あの大家がいけない気がするんだけど。だって何かあったら警察へ連絡とかじゃなかったもんな。大家に連絡してくれって書いてあったから。歩き方遅すぎだろ。さすがに不審者すぎる。その歩き方を直さないとまずお前捕まるぞ絶対。明らかに不審者だもん。あ、でも人探ししてるんだ。なんかでも、お風呂内入らないから人探しは合ってそうだな。お、やばいやばい。おばあちゃん来た、おばあちゃん。あ、いい笑顔してるわ。いらっしゃい。シャンプー、タオル。これもう慣れたな、僕も。最初は結構テンポ悪かったけど。慣れて、ちょっと待ってて。慣れたとか言った途端にちょっとボロが出たわ。なかったことにしてみんな。あ、こんなところにいたのね。探したのよ。本当にあなたは変わってないわね。え、こいつも僕のこと人違いしてる。もしかしたら似たような人がもう一人いるの。え、牛乳がない。牛乳ババア。お風呂入らない。でも確かに牛乳ない銭湯ちょっとシャバいな。あ、おー、いらっしゃいませ。シャンプー、ボディーソープ、カミソリあげろ。はい。ガキが何してんの？バイト。社会にも出たことなさそうなお嬢様がこんなところできるの？せいぜい苦労しろよな。僕もバイトの店長に、君はね、社会に出たら苦労するよずっと言われてたから。こいつってなんか店長と似たような香りがするわ。まあでも苦労は買ってでもしろって言うから合ってんじゃない僕は。うわっ、え、
今のはさすがに僕もびっくりしなかった。今のは余裕。なんか背中すげえな。ハンマーバキの映画に出てきそうな背中してんだけど。あ、おばあちゃんお風呂入ってなくない？まだ牛乳のこと言ってんのか。牛乳、うわー、え、怖っ。え、今日一怖かったわ。え、なに、素でその顔、いや、え、幽霊か人間かもわからん。怖すぎて、これ YouTube 消される可能性ある。もう、もう、やだ、ちょっと待ってくれ。吐きそう、吐きそう。ちょっと、喉が今ので、ガビガビになったの、喉が。悲しみ、苦しみ、怒り、この銭湯、深い思い、女。腕細えのに、お腹太ってる。これ妊娠してんのか。ほんとにやばい、このゲーム。性格悪いわ。なんか泳いでるやついるし、ちょっと待ってくれ。お前、泳ぐなって帰ってもらおう、こいつには。さすがに。その、死にたくなったんだ。もう、死ぬしか、ない。メンヘラじゃん。たまにツイッターでいるよね。死ぬしかない言う。もう無理言う。まだこの牛乳おばあちゃん、牛乳買わないまま、牛乳がこのおばあちゃん可愛いな、まだ。牛乳一番敵意を感じないわ。牛乳のことしか脳にない。牛乳これ牛乳売ってないの、ちょっともう銭湯としてやばいな。なんか牛乳どっか、え、赤ちゃん、え、本当に妊娠してた？嘘、ここで産んじゃった？え？ちょ、救急車。あいつのせいで、なんでこんな目に。怖い。危ない。彼女の思い、引っ張られる。おめでとうございます。じゃない、ちょ、違う、すごい。ちょっと待ってくれ、ちょっと、待って。ちょ、え、赤ちゃんが、血だらけ。皮膚がない、赤ちゃんの皮膚がない。元気なことはちょっと言えないな。手なかったし、爪楊枝、おばあちゃん、筒を、ちょ、牛乳にとらわれすぎ。え、赤いままだし、ここ。ちょっと待って、これ、掃除しよう。なんで僕はこんな仕事しないといけないんだ。いいのか、そのまま帰る。帰ってた。あ、ホタルの光。この曲が流れるときが一番ホッとするわ。やっと終わるのか。あー、長かったな。おばあちゃん、もう終わりだよ、戦闘は。お疲れ様。あ、今回ノーミスか、僕。よく頑張ってくれたね。やった。今日は鏡の掃除をお願い。シャワーで鏡の汚れを流してから雑巾で綺麗に拭き取って。鏡一番怖い。今日も最後までよろしく頼むよ。鏡バーって絶対出てくるじゃん。死の子の言わず綺麗にしていく。もう雑巾汚すぎだろ、ほんとに。結構綺麗になったな。ゴシゴシ。もう別に銭湯入らなくてよくない？家で入ろう、普通に。ユニットバスあったんだからさ。あ、そっか。アパートにお風呂なかったな、よく考えたら、ここ。この人のアパート。うわぁ、またこのパート来た、最悪だ。なんか立ってる。いや、気のせいか。頭洗って、体も洗いましょう。サウナに入ろうかな、バカじゃん。今いたじゃん、サウナに。え、近づきたくねえけど。くそ、やだな。サウナ暗すぎだろ。一旦ここ入って、整うのも重要だな。外気浴しよう。頑張ってみよう。ホールドキー。待って、ミニゲーム始まった。なんか、歩いてる。で、ちょ、難しいな、この。え、長押しか。ああ、間違えた。長押しな、もう一回。横。で、横、これ二つ長押しな。虫みたいにカサカサカサって言ったんだけど。どこ行ったお
逃げたな、ここに。え、逃げてんじゃねえ、お前出てこい、そろそろぶん殴ってやるからな、みぞおち。普通にもう腹立ってきた、お前。戦おうぜ、シンプルに。もうそんなちまちま。え、ばあちゃん、はもう、うぜえ、なんだこいつ。もういちいち情報量が多いわ。牛乳、牛乳あるか、私の牛乳。けっけっけ、牛乳はわしのスーパーにある。アンさん取りに来い。ああ、で、だ誰だあいつ。普通に入ってきたけど。セール、お店か。なんだこの君、あれゼルダに出てきそうな雰囲気の店だな。なんか怪しいお店みたいな。そこでしか買えないなんか魔物の服とかあったりするんだよな。あっ、でも結構僕でも体勢ついてきたな今の。最初は叫んでたけど、顔顔、目、やっぱり目やな。な、なに、アンさんの目、どっかで。キュッキュッキュッ、ああ、牛乳、店の手伝いしてくれたらあげるわ。キュッキュッキュッ、これ、段ボールに入っとる商品、全部並べてな。キュッキュッキュッ。あ、待って、猫、猫ちゃんいる。にゃーん。ぐるぐる言ってるわ。かわいい。え、ちょっと、もう、撫でれね。え、なんかこの猫なんか、頭投げよう。なんか目死んでない？まあいいや。一旦これをなだめればいいのか。めんどくせえ。あ、だるい。これめっちゃめんどくさいやつだ。あ、めんどくせえ。全部並べないといけないの。終わったか。牛乳な。キュッキュッキュ。それと、アンさんが持っとった方がいい気するな。何くれんの？ほれ！キュッキュッキュ。それにしてもずいぶん前、20年以上になるのか。その時の従業員と瓜二つ目やの、あの銭湯の呪い、アンさんには効かんようやの。何呪い、何か理由があんのやろうか。え、20年前に僕にそっくりな人が働いてたってこと？でもアンさん、狙われとるな。とても強烈な呪いとは別の呪いよりよっぽど厄介な。キュッキュッキュ。でもそいつは手を出せないようや。まだね。キュッキュッキュ。わしはここ長年いるからいろいろ知っとるんや。キュッキュ。まあ気ぃつけな。キュッキュッキュ。なんか喋り方がだるい。え？なんかもらったこけし。見て見て、猫ちゃんもいたよ。こけしもらったわ。これ持っとったら熱いってこと？まあ、お守りとこけし持ってるから今最強だろ、多分。勝てる、あのお化けに。牛乳もらっていくわ。え、なんであれ？ネズミ×人間もあるって書いてある。え？ゲーム開始。おう！ミニゲーム始まった。射的か。任せろ、僕スナイパーだから見せろ。僕の、神 M ってやつよな。ボトルアクション式か。任せな。うるえ。ヘッドショット狙っていく。うれ、あ、これ、覗けるわ。あ、待って。あ、このネズミみたいのが当たっちゃダメってこと？オッケー。逆だろ、絶対。人間撃っていいって。結構可愛い子もいたし。よし。芝生上げて。やべ、外した。結構当たり判定シビアかもしれない。頭。多分頭に当てたら配点高いとかあるんじゃない？残り1分7秒。頭を全部ぶち抜いていく。うまくない？僕は結構。急に FPS 要素来たんだけど。うまいぞ、うまいぞ、うまい、うまい。一番おもれえわ、今。一番おもろい、今、今日、ゲームしてる中で。この間にお化け出てこねえだろ、絶対。あ、一番楽しいわ。この曲もなんか、幸せを感じ、あ、やべえ、むずい。徐々に難しくなってきてる。あ、3抜きした、今。なになになに、おー、これ、連射モード来た、連射モード。金鮭みてえだな。光映えが来てるわ。おるらい、サモランとスパラで鍛えたこのエイム力見せるわ。全員仕分け上げてくる。やばい、ちょっと意外とむずいぞ。よしよし、あ、残り24秒残った。何、あ、スコア12179。これ高いのか低いか分からん。あ、なんか景品もらったわ。なんだこのサイコロみたいなの。何これ、顔か、これ顔のパーツ。もういいや、出よう。一旦家に、あ、こ、あ、
アパートの近くの商店街だったんだ。あの商店街っていうかお店。あ、まあでも牛乳もらったんで、これ補充したら牛乳ババアも喜んでくれるんじゃない。あ、男、女湯だな。女湯の、まだいるわ、こんな遅くまで。牛乳飲まないと多分帰れない体になってんな俺。補充オッケー。はぁ、あ、何返して私の娘の大切なブレスレット。いや、これ娘のブレスレットだったんだ。いや、ごめんどこ。いや、ごめん、知らなかった。てか、いや、ボイラー室で焼かれてたよ、ようこ。よ、いや、え、怖い。流れ変わったな。ばあちゃんごめんって。え、でもボイラー室に、ああ、え、ちょっと、バグってる、バグってる。やばい、ブスレンズさんが ユニティから見直した方がいい、これ絶対。ああ、終わったかい。終わったよ、ある意味。ある意味終わったよ。喉が、くす。ちょっと待って、クラクラする。気がついたかい？なんか、頭に登ったわ。びっくりしたよ。死んじゃったんじゃないかと思って。びっくりした。今死なれたら困るんだよ。本当に、今じゃないんだよ。今じゃないってなんだよ。あ、いや。死ぬなら外で死んでくれって。バイトがいなくなると困るからね。いや、倒れる前の出来事見てたよな。ん？いや、俺が来た時には何も。はあ、一人称俺なの違和感あるな。ごめん、わしとかじゃないんだ。何か嫌なことがあったんだね。ああ、全然話が通じん。いろいろと大変だよね。俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから。俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから。それは彼氏が悪いよ。それは彼氏が悪い、はあ、大丈夫、まあ、俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから。これ言われたらもう何も言えねえな。バイト始めたばっかりだけど、もう無理かも。いや、無理、やめたい。ピエン、え、ちょっと待ってくれ。またおいやかよ。ふざけんな、もう。あの人とは話したくないんだけど、同意見。マジで。やばい、僕めっちゃ感情移入できるわ、主人公に。クソセリフが被る。待ってくれ。ゴキジェット多すぎだろ。あ、マイナさん？マイナさんいらっしゃいますか？マイナさんいらっしゃいますか？神主か。一旦、隣の部屋チェックインから始めよう。これ日課ね。少しずつ、一日ずつ部屋の様子変わってるから。どうなってる？あ、うわ、髪の毛が徐々に長くなってきてんな。あ、リンゴがもう完全に食べられてる。え、俺髪の毛の長さどんどん伸びてんな。こっちまで侵食されそう。うわ、怖えって顔が。ああ、よかった。ああ、よかった。あなたのことで、とても重要な話があります。今から、銭湯の地下に来てください。地下とかあんの？ボイラー室に地下への扉があるので。なんで知ってんの？くれぐれも、大家に見つからないよ。いや、グルくせえぞ。なんかこの神主も何か隠してる。なんか隠してるわ絶対。怪しすぎる。敵かもしれん、もしかしたら。みんなあいつ味方だと思ってたけど、ちょ、怪しすぎるもんな。うわー、なあ、妹のことなんかわかったか。ああ、よかったわ。高い声の叫びにならなくて。あっちはちょっと喉しんどいから、まだこっちの叫びの方がいいわ。妹のことなんかわかったか。わからん。え、何これ、分岐か。選べない。マイナです。マイナか、いい名前だな。じゃあな。それだけ。じゃあな。私出てくるときマジビビる。え、まだあれ、怖っ。え、怖い、仮面かぶってるわ。石焼き芋。おい、クイズに答えろ。第一問。第一も、さつまいもに似ている臓器は何だ？え？そんなの考えたことない。心臓、心臓はハートだから絶対違う。
蝶はウニョウニョしてるからミミズみたいで違う。肺は消去法で肝臓。そうだ。おお、当たった。そうだ。サツマイモは肝臓にそっくりだな。肝臓食べているみたいなもんだ。絶対ちげえだろ。第二も食べても死なないものはどれだ。え、フグ、サツマイモ、サクラモノだね。全部死ぬ。全部死ぬ選ぼうぜ。全部死ぬだろ。違うだろう。違うだろう。クソだな。己を恥じろ。ツイッターの DM みてえな言い方してくんな、こいつ。クイズに答えろみたいな。絶対 DM じゃん、これ。話聞いてなかった。おい、クイズに答えろ。第2も。多分これは、サツマイモだろ。いいだろう。残念ながら、サツマイモの目では一つもない。目がある食べ物はなんだ。え、人間も目あるけどな。まあ適当にサツマイモ、全部答えサツマイモじゃねえ、これ。多分サツマイモ。やっぱな。サツマイモには目がある。ある日、若い女が村に来た。ある男がその女に目をつけた。自分のところで働かせることにしたんだ。え、あ、僕のことじゃない。だけど、別の男にその女が取られた。その男は女をどうした。え、殴った、監禁した、燃やした、切り刻んだ。燃やしたんじゃない、あのボイラー室で。そういうことだろう、多分。僕のこと言ってんのかな。燃やしたにしてみよう。どうだろうね。どれがいいと思う。じゃあ最後の問題だ。お前はこれからどうなる。うわー、どれも嬉しくねえ。永遠に監禁される、燃やされて死ぬ、切り刻めて死ぬ、殴られて死ぬ、溺死する、自殺する、なんとか逃げられる。あ、なんとか逃げてんな、僕。逃げるわ、僕。そうか、そうか、お遊びはここまでだな。そうだな、焼いているさつまいもの様子を見てやってくれ。なんで僕は見ないといけないんだよ。ああ、あ、美味しそう、石焼きも。ほくほくじゃん、食べよう。美味しい。あ、これ投げれるわ。ういーって、めっちゃ肩強い、これ。クソ遠くまで飛ばせる。ここにもばらまいておく。うえー、これでちょ芋臭くしておこう。この銭湯呪われてるから、多分霊とかもお腹空いてんだろう。多分お腹空いてるから感謝。お、なんかある。やばい、03もらったわ。あ、これ下駄の鍵か。そうだ、0303。あ、これだ、これハマった。タイル6もらったけど、え、入れないわ。あ、今営業終了した銭湯か。店長にバレないように来いって言ってたな、地下室に。え、あ、静かに行こう、静かに。あ、怖い。見つかった。このままじゃ大家さんに見つかってしまう。え、じゃあ女湯から行こう。あ、女湯閉じ込められたらいけねえわ。あ、いけねえ。リンゴがある。あ、で、リンゴがた、え、あの隣の穴から見たリンゴ。やべ、押しちゃった。やべ、大家が来る。それで隠れて過ごせってことか。あー、くそ怖え、くそ怖え。幽霊より大家が一番怖えのかもしれない。押してすぐに走ってダッシュして、このトイレに隠れる。完璧、そのためのトイレだった。よし、行ったかな。あ、行け行け、行くぞ行くぞ、バレないうちに早く。あ、ちょっと嫌がらせでさ、シャワーの温度さ、冷たいに変えとこうぜ。ここ一番冷たいんでしょ。ボイラー室から地下室に行けるって言ったけど、そんなところあったっけ。温度クソ低いわ。あれ、ないよな。え、なくね。あ、こっち、あー、なんかある。ダンボール動かせろ、これ。ここか。あー、立ち入り禁止って。うーわ、うーわ、こんなところに地下室だったんだ。何使うんだ。え、結構でも深いし、待って、深すぎない、地下。深すぎだろ。どんだけこれ建築費用かかったんだ。施工費やばいだろ。え、ガチじゃんこれ。え、なん、え、こんなに深いとかある、銭湯の地下室が。どうやってこれを作ったんだ。お、狭、階段の割に。え、ひどい、匂い、臭い。
誰か、うわー、これで軟禁してたんだ地下に。枕がなんか重いわ。え、ひび入ってる。おお、これ全部穴、なんだこれ、枕の音じゃねえだろどう聞こえても。あ、なんかある、ひびにハサミ。いや、おお、謎解きだ。手紙入ってる。動いた、私のお腹の中でこんな状況でも生きている。何があっても死なせないから、守るから絶対に。私の愛しい大好きな赤ちゃん、私も頑張るから頑張って。ごめんね、あいつの好きにはさせないから。あ、字がめっちゃ必死に書いたっていうのが伝わってくる。ギリギリだったんだな。赤ちゃんが見ごった状態で軟禁されてたってこと。監禁、誰に使われて。え、待って、え、大家が来る。あー、神主か、お前味方なんだろうな。味方なんだな、信じていいのか。来てくれたんですね。昔、大家が一人の女性に、なんだこの BGM。 あろうことが、監禁したんだやっぱり。この地下室に監禁してしまいました。その時彼女は妊娠していたのですが、うわ、大家はそのことを知りませんでした。最低だな。やがて彼女はここで誰にも知られることなく双子を産み、双子を産んだんだ。出血多量で亡くなっている。うわぁ、女性は21。その霊があなたとここにいるんじゃない。でした。あ、僕と同じ年齢。それを知った大家は恐怖で震え上がり、私に連絡してきました。あ、警察呼ぶだろ普通。私はその双子にトールとエレナと名付け、トールとエレナ預けました。出産して亡くなった女性の名前は陽子です。その陽子の子が今帰ってきた。え、もう、え、僕陽子じゃなくてエレナだな。帰ってきた陽子の子が、どういうことだ。こんなに大きくなってエレナ。エレナ、それがあなたの。うわ、鳥肌だった。あ、本当の名前はヨーコじゃなくてエレナだったんだ。姿を見てすぐに気づきましたよ。だからみんなあの子に似てるって言ってたのか。あなたの母は産めとなり、産めにつくようになりました。産めって幽霊みたいな。たたりを止めるには産めの子供を、産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要がある。うわー、むごいな。大家の狙いはそれ。いや、そういうことか。僕が24歳になった年に焼き殺して呪いを消すってこと。トールはこのことに納得してくれています。兄のトール。だからあなたは犠牲になることはないのです。あの指名手配されてたのがトールかな。逃げなさい、大家に捕まる前に。おお、激発展開だ。大家が全ての元凶なのが分かった今回で。神主は味方っぽいけど、なんで通報しなかったんだろう。トールを大家が探してたのも焼き殺すための口実か。僕も焼き殺されちゃう。はい、早く逃げよう。ちょ、待って、階段が投げ。焼き殺されたら同じ年で呪いが解けるってやばすぎやろ。恐ろしすぎる。よしよしよし、やばい。撮影に帰ってきてる。大丈夫か。出よう、ここもうやめるわ、バイト。え、出れない出れない。お、なんだこれ。え、ムービー始まった。あ、リアルだな。ブクブクブク、よくあるよね、温泉にこういうブクブクしてるやつ。あれ気持ちいい。今の大家か。やばい、殺される。首根っこつかまれて多分今溺らせてるんだ。やばい、苦しい、溺れたくない。僕泳ぎ得意だから任せて。25メートル程度なら僕無呼吸で泳げる。あ、生きてる。血だらけだ。え、待って、髪の毛がすごくなって天井。え、血だらけだし。で、何をしたらこんなことになるんだ。銭湯が幽霊やばいので予選敗退でーす。ちょっと待ってくれ。始まったんだけど、何これ、希少すぎる。なんだこれ。残り20秒。なに、あ、死って書いてある。あ、さ、あ、なに、これ掃除していこうってこと。
ちょっと気持ち悪い。こんな時で僕は掃除をしないといけないのか。あ、なんかウニウニしてる。血がウニウニしてるよ今。やっぱし、なんか死っていうのが安直だな。ちょっとどんどん掃除していこう。やばい、綺麗にしていかないと。プロの戦闘アルバイターに僕はなる。はい、温度を変えて。ちょ、あと何秒、あと何秒、急げ。温度変える。あれ、お湯じゃないの。あれ、冷水で。よし、綺麗にして。うまいぞ、アクションだけは才能あるかもしれない。え、やばい、時間が。あー、あ、開いた、クリア。あれでよかった。だ、何回かミスしたけどよかった。え、なになに、入れない。うお、黄泉の国、死んだ人の、あ、あの船で渡れるんだ。これ血じゃないよな。もう嫌、わあ最悪だ、喉が痛い、最悪、くそばだ。ああ、いやね、生きて帰れた。やべ、大家もいる、大家もいる。何、アパートに逃げろ。やばい、目の前に大家にいる。ちょっと待って、急展開、こっち来てるわ。逃げろ。走れ。足細い。やばい、めっちゃ、ちょっと待って、急ぐ。なんで、ね、2階行って、自分の部屋へ入って、鍵閉めよう。よし、間に合った。鍵閉めたよなお前。え、てか大家だからマスターキー持ってるよな多分。やばい、やべえ、閉じ込まれた。ちょ、逃げ、え、なんかミキミキいってる。どうしよう、早く。え、どうすればいい、僕どうする。え、穴から、髪の毛がすごいことになってる。うわー、キモい。は、髪の毛で、もしかしてお化け味方、お母さんか。そっか、だから守ってくれてんだ、閉じ込めて。そのまま殺せ、親殺せ、いけ。あ、首絞めてる、絶対これ。めっちゃ殴られた。あ、タコ殴りにされたわ。いった、普通に殺されるよ今のは。馬乗りになって顔面殴ってきたもん。ちょっと待って、産めになったお母さんがなんか助けてくれる展開かと思った。最後は実は幽霊は味方でずっと娘のことを見守ってくれてたんだみたいな、そういうエンドかと思ったのに、そんなことなかった。ママですら大家に勝てなかった、そういうこと。ママ弱えな、思ったより。くっそー、なんか引っこずられてる、これ動けねえわ、なんか動けねえ、引っこずられてるこれ大家に。最悪だ、もう力が入らないんだ。あー、どうしよう、このまま引っこずられて海に捨てられるのかな。いや違うな、ボイラー室で焼かれるのか、産めの呪いを払うために。助けてママ、もう一回いつもの呪いやってほしい。ちょっとね、田舎すぎて誰もいない、誰か助けて、誰か助けて、ちょっと待ってくれ、誰一人助けてくれない、田舎すぎるにも程がある、人一人いないもん。ここから逃げたい、暴れるわ最後。うる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 、くそ、力が入らないわ多分、顔面ボコボコなんだろうな多分。やばい、どんどん、あー、先頭のところまで来ちゃった。いや、ボイラー室まであとちょっとだわ、すぐそこなのに。くっそ、僕は何もできないのか、こんなに頑張ったのに。最後は全部大家の思うツボ、シナリオ通りってこと。くっそ、やばい、もう汚すぎる、背中多分真っ黒だよ、ホコリとかで。何この BGM、ハレルヤコーラス。
うわ、ボイラー室開ける音だ。うわ、燃やされる。うわ、この一人称やばいな。やべえ、やっつい、やめて、やめて、やばい、燃やされるからもう証拠を残んねえだ。熱い、熱い、一番さ、え、これバッドエンドすぎるだろ。あー、最悪だ。熱い、熱いよ、熱いよ、助けて、熱い、熱いよ、熱い、熱いよ、この水が、水が欲しい、熱い、熱い、熱いよ、熱い、苦しい、熱いよ、苦しいよ。あ、声が聞こえる。誰の声だ。あ、産めの霊が殺されてんだ。同時に呪いが、呪いが焼き殺されてる時の声ってこと。誰かいる、誰かいるぞ。お、最後目があった。うわー、エンディングか。マジか。バッドエンドね、すぎるだろ。あ、神曲じゃん。この曲は YouTube で安心してご利用いただけます。あ、神だ。配信でやってて著作権とか引っかからないようになってる。よかった、編集でミュートしようと思ったのに。じゃあみんなは僕の体で温めた、僕の体を燃料にしたキルハセントぜひお越しください。体の芯どころか思想まで温まると思う。出演サポーター、あ、なんか有名な YouTuber の名前とかがある。ちょくちょく、これさ別のエンディングとかあるのかな。うまいこと、なんかいくつか選択、会話の選択でもう一つの方を選んだら多分ハッピーエンドになるのかな。大家が単純に強いだけのエンドだったな。大家エンドってこと。このささやくような声いいね。いいエンディングだ。儚くなんか耳元で支え合えてる感じがしてなんかキュンってする。一つ選択違ったところがあったから、そこ多分もう一つの選択にすればストーリー変わる気がするんだよね。ああ、途中から始めてみるわ。バイト始めたばっかりだけどもう無理かもね。ここからだ、こっからの選択で、でなんかトールと話すシーンがあるんだよな。そこでなんか赤い項目があったから、そこからだと思うんだけど、それでストーリー変わるのかな、それとも、ま、全部同じエンディングなのかな。そこがちょっと気になるわ。最後そこだけ検証して終わっていく。マイナさん、あ、そう、神主と地下で会うところからだな。そう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 、それまではストーリー同じだと思う。ん、こんなんあったっけ。手持ちはちゃんとあるわ。マトローしか、あ、待って、ゴキジェット多すぎやろ。1,2,3,4本ある。え、お、相当出るんだな。え、待って待って待って、多すぎるだって。え、え、なんか20本ぐらい箱買いしてないと。どんだけ出るんだこの、ゴキブリの巣窟ってこと、もう巣みたいなもんかこれは。やだな、絶対す、僕過ごせねえわこれは。ああ、よかった。ストーリーは変わってないな多分。とても重要な話があります。どっか多分選択をミスったんだな僕。別の選択選んでたら多分エンディングも変わるんじゃない。さすがにバッドエンドだけじゃない気がするんだが。もう入れないね。どうすればいいんだろう、あの大家倒すには。もう普通に初見でさナイフ持っていこう。ああ、びっくりびっくり。なあ、妹のことなんか分かったか。妹のこと、いいえ、わかんない。いや、でも。そうか。もしかして。もしかして。な、お前、名前なんて言うの？あ、この選択。あ、選べるぞ、やっぱり。そう、マイナは偽名。本当はエレナです。そうか。よかった。あ、分岐だったんだ、ここ、やっぱり。102号室は神主の家なんだが、今は神主が俺に貸してくれてる。102号室。だから、何かあったら、トールの部屋が102か。来てくれ。必ず助けになる。オッケー、分かった。ああ、そういうことか。で、神主から逃げるとき自分のアパートに行ったけど負けたから、102に逃げればハッピーエンドなんじゃない。トールが多分神主倒してくれる多分。こっから、ま、もう一回トイレに隠れてやり過ごす。え、なん、あ、リンゴがある。下駄の鍵04番。リンゴ好きなんだな。どこにでもリンゴある。
04番開けてなくない僕。ここ201号室の鍵、ここか。え、何があるんだろう。え、なんだここ。え、なんだこれ。雰囲気が全然違う。ちょっと綺麗だな。なんか職員室みてえな。事務室？あ、なんか、このパネル謎だな。うわ！大家の日記。これ大家の部屋なんだ。バイトで女を雇うことにした。女は若くて綺麗だ。それだけで客がたくさん来るし、見ているだけで気分が上がる。バイトの女はよく働いてくれる。俺には色目を使ってくる。参ったな。惚れられたようだ。これからは名前で呼んであげるか。勘違いしすぎだろ。一番やばい男だ。バイトの女は、陽子と言うらしい。陽子と呼ぶみたいだ。それなりに読みやすい名前だな。うぜえな、いちいち。他人をいちいち評価するな。陽子は俺に夢中だ。なのに、変な男が寄ってくる。俺のものなのに。陽子も陽子だ。あんな男たちのいいようにされて、そうだ。陽子を地下室に連れて行こう。おかしいだろ、そうだが。あそこなら、誰の目に触れることもない。20代前半の今のうちに、自分の立場を分からせてやろう。陽子を地下室に入れてからだいぶ経った。そろそろ様子を見に行くか。きっとあいつも分かるようになってきた頃だろう。これで本当に陽子は俺だけのものだ。ああ。でも実際にありそう、こういうの事件。勘違いして勝手に惚れたみたいな。ので、勝手に自分のもう妄想だけでことが進んでる。陽子が死んでいた。血だらけになって。妊娠していたようだ。一体誰の子なんだ。いつの間に。許さない。風呂の亀の染みは何だ。銭湯で叫んでいるのは誰だ。女の悲鳴がいつまでも聞こえる。頭がおかしくなりそうだ。閉店時間を過ぎているのに人影が見える。でも人はいない。誰なんだ。呪われてるね、これは。うぶめになって。黒い影が俺を追いかけてくる。神主にお祓いをしてもらったが、お祓いなんて意味ない。幽霊が俺を襲ってくる。許してくれ。俺は何も悪くない。神主が言うには、あいつは産めと言って、俺についているらしい。このたたりを終わらせる方法はあるらしいが、今すぐは無理みたいだ。まだなのか。神主に任せて大丈夫なのか。こんな生活耐えられない。神主には俺の苦しみがわからないんだ。ああ、そのまま苦しんでほしいが、どうにかしないと、一刻でも早くこの状況をどうにかできないものか。早く、呪いを終わらせるんだ。あいつを呼ぼう。その時のために。神主なんか任せてられるか。俺がやってやるんだ。それで、娘である僕が召喚されたってことか。こっからな。こっから神主からダッシュで逃げる。RTA みたいな逃げ方して。やべえ、間違えた。毎回出るとき方向わからんことになる。現実でも。どっちから来たっけみたいな。あ、そうで、102号室。こっちに逃げる。お兄ちゃん、助けて、お兄ちゃん、助けて。やべえ、赤で。ちょっと。あ、やべ、右フック食らった。あ、最悪だ。あ、クソ、うめえ、こいつ、ボクサーか、部活。最悪だ。もう、トール裏切られた。最悪だ。あ、また、ここに連れてこれた。じじ、強え。普通に。パワー系だった。普通に拳強かった。最悪、また燃やされる。え、じゃあ、トールの分岐じゃなかったのか、これ。もっと他にフラグ立てないといけないってこと？でもなんかさっきとちょっと違うな、映像が。今のうちに暴れろ。動けねえわ。相当こめかみに拳入ってるな。お、水かけた。あ、ガソリンかけた。あ、燃えてる。あ、熱そう。普通に最悪だ。目の前で人が死んでいく。トールか。あ、トール来てくれたんだ。裏切られたと思ったのに。さっきは出れなくてごめんな。絶対スプラッシュしてただろ。頼ってくれて嬉しいよ。X マッチやってて絶対手離せなかったから出れなかっただけだろ。俺に双子の妹がいるって知った時は驚いたけど。ああ。案外兄弟がいるっていいもんだな。まだ実感はないけど。待って、火事になってる。ちょっと待って、トール後ろ。半月前くらいに神主から連絡があったが、火事が広がってるよ。陽子のこと、過去のこと、そして妹のこと。トールと神主はタッグ組んでたってこと？全部教えてもらったよ。呪いの解き方を知って。やべ、後ろが気になりすぎる。これが俺のやるべきこと、俺の使命だと思ったんだ。だから俺はここにいる。
神主に呼ばれたからじゃない。お俺の意志でこの村に来たんだ。まさか妹に会えるとは思ってもなかったけどな。おるお前巻き込んじまっていいやつだな。最後に会えてよかったよ。あ、最後そうだ、これ渡しとくよ。アパートの鍵だ。そろそろ行かないと。え？どうするんだ。まさか、トールお前、まさかここで自殺を。トール、うわぁ、焼身自殺一番きついわ。一番熱くて苦しいだろ。でもなんか覚悟決めてたな、霊を封印するために。警察官、なるほど、火がすごいことになってる。あなたが言うには幽霊、お化けがあの銭湯に取り付いていて、そう、その呪いを終わらせるためにはトールさんはその生贄になった。生贄が必要だった、そういうことですね。やべえ、全然信じてないこの顔。その僕がヤバいやつだと思われてるわ。誰がそんなことを言っていたんですか。いや、僕が犯人される。え、信じてもらえない。僕がヤバいやつだと思われてる。あ、お守りの中に何これ、へその緒。わかんないわ。あー、完全に燃え尽きたんだ。でもこうするしかなかったの。待って、自販機だけ完璧に残ってるわ、あの火事の中で無傷。うわー、火事になるとこんな感じになるんだ。パチパチ言って、でもこんだけ田舎だったら消防車が来るのも相当遅かっただろうな。もう手遅れみたいな。あー、燃えちゃってる。ワンチャン神主生きてるかな。実は映画だったとそういうパターンあるよね。 B 級映画とか最後に生き残ってるみたいな、でバージョン2に行くみたいな感じだと思うが、どうだこのエンディングは。え、何あれ、ボイラー室かなあれ。え、誰かいない。あ、え、封印できてない。まだ生きてた。トールが生贄になったのに。産めはまだ成仏できてなかった。あ、エンディングがちげえ。すげえ、違うエンディングだと BGM も違うのか、音楽も。マジか。あともう一つエンディングありそうだな。あ、この曲も YouTube 使えるんだ、マジありがたい。わあ、サポーターちょくちょく知ってる名前があるな。 VTuber とか YouTuber とか、あとなんか誰かのリスナーっぽい名前もいるな。アットホロライブみたいな。もう一つ選択あるわ。あのトールから最後にもらった鍵、あれはなんか始まり方違くない。こんな始まり方しなかったよな。髪の毛でさ覆って、もしかしたらまたママが守ってくれてんじゃない、寝てる間も髪の毛で覆って。そういうことじゃない。今のところ産めは敵じゃないからな、多分話によると。僕のお母さんが産めになって化けてるから、そういうことだと思うんだけど、トールからもらった鍵 203、 あとなんか、え、へそのをもらったわ。でこれでいけばいいのか。ああ、よかった。神主の話はもう全スキップ、全スキップ。とても今からもくれて。で203って隣だろ、この一番やばい部屋。ここが203。うわぁ、入りたくない、みんな行くぞ。でん。うわ、最、うわ。髪の毛がやーばいことになってる。タイルさん？あ、なんかタイルめっちゃ僕持ってない？電気代やばいだろ、これ。消した方がいいです、さすがに。多分、ここがママの借りてた部屋だったんだろうな。
今はもう死んじゃったけど、ピアノがあるけど、ピアノだけは綺麗だな。なんかきっとピアノは大好きだったんだろうな。ピアノ弾いてバイトで銭湯行ってってやってたら神主に監禁されて、このタイル顔になってんだよな。これどうすればいい。あと行ってないところは神社ぐらいじゃね。だいぶ索敵したぞ多分。お、こんなんなかったよな。タイルはめる。うーわ、これもしかしてやらないといけない感じ。うわ待って、これむずいって、このパズル。ちょっと待って、こういうの一回やったことあるけど、1ミリも揃わなかったんだけど、むずい。これどうやって合わせればいいんだ。もう、これさ、タイルさ、普通に外して普通に手で揃えちゃダメなの。あ、これクソ時間かかりそう。来た。おぉ。よーし、よ、もう、これ絶対みんな、クリアしてる実況者攻略とか見てるだろう。許さない本当に。自力でやれ。もう全員低評価押して回るわ。産めは日本の妖怪である。三種者三婦の霊が妖怪化したものとされる。あ、ウィキペディア見てたな。産めの正体である死んだ母親に子供を生かしたいという強い怨念がある。子供を危険にさらした存在を強く恨み、死んだ場所に自爆霊として現れ、その土地に着く。稀だが人に取り付くこともある。産めの子供、産めが死んだ年と同じ年で焼き殺すことで、霊を払うことができるが、自爆が解かれ、産めを世に放つことになる。ただし過去に一度、産めと子供のつながりを示すことで、産めに変化をもたらすことがある。じゃあ、歌詞のエンディングは、別に産めを封印したわけじゃないんだ。産めを解き放ったってことなんだ。じゃあ、この世が終わったってこと。トールお前、やっちまったな。だから今回は、カジエンドにならないようにしていきたい。産めと子供のつながりを示すって書いてあるから、このへその緒なんだろうな。トールのへその緒。で、これで、二人のへその緒が揃ったわけだ。食べよう、これ。エレナのへその緒とトールのへその緒、両方食べたことによって、もうスクナみたいに上位の存在になっていこうぜ。ああ。これを持って、またさっきの地下に行けば、いいのかな。とりあえずこれ持ってバイト行ってみよう。多分それで変わるだろう。また神主と逃げる戦いが始まると思うんだが、みんな来るよ、みんな来るよ、気をつけて。でーちょっと怖い、まだちょっと怖い。溺れて、あ、え、違うな、ローディングが長い。あっ、ママがいる。真っ赤すぎる。死の世界かな。あ、ちゃんとへその方2人分持ってるわ。これで話しかけてみよう。どうしよう、大丈夫だよな。バンって来ない、来ない。あ、子供です、あなたの。あ、分かってくれたかな今の。あ、なんとか帰ってこれた。あ、大家がいる、大家。大家に逃げるところからだ、ここ。え？あ、神主が来てくれてる。が、待って、どういうこと？ BGM が、BGM が、なんだこの BGM。そこまでにしましょう。あ、え？戦うのか？なんだこの BGM。ガチバトル始まってる。おぉ、スローモーションで。ミキフック、お、がっつり掴んで水落ちに蹴り入れていく。ガチバトルきた、なんだこの急展開。あ、いけん、神主かわして、そのまま、うおぉ、スト6みたいでいいわ。カウンターアタック決めた。神主強え、戦える武闘派神主っていいな。これには大山をノックダウンと。ちょっと待って、戦闘で戦闘ってこと？そういうこと？それやりたかっただけだろ。そのダジャレを言いたかっただけだろ、絶対。はっしゃった。急展開。お、待って。エンディングが違うな。すみませんでした。おう。もっと早く警察に行くべきでした。そうだよ。私はただ、たたりを受けることで、大家に反省してほしかった。え？それに、陽子が大家に着いたと分かったとき、
陽子は復讐したいんだと思ったんです。あ、刑務所に送るよりも呪い殺してやろうってそう思ったわけ。陽子の一番の望みが復讐だと。陽子の一番の望み、そのままにしておくことが何にとっていい。もしかしてだけど、陽子の結婚相手というか、見守るだけで何もしてこなかった。夫ってこの人じゃない。私は全ての出来事を見守るだけの存在。違うか。八百万の神々も皆さんの考え行いに介入すべきではないと言っていると。八百万の神々、八百万の神々のお考えを自分で決めてしまっていた。でも違ったんですね。八百万の神々のご意志はそこになかった。陽子は復讐が一番したかったわけじゃなかった。陽子は母親としてあなた方子供のことをただ強く思っていた。なるほど。死んでなお子供を、だからヤクザの人とかヤバい客が来た時に幽霊が守ってくれたんだ。僕には被害なかったもんな。エレナ、ありがとうございました。いつも見守ってくれてたんだ。あなたは陽子、お母さんと私を救ってくれたのです。大家どうなったんだろう。さすがに警察に捕まったのかな、それともボイラー室行きなのかな。そこがまた謎いわ。トール、前見て歩け。全部終わったんだな。俺は神主から全て聞いてたんだ。それで自分の意思でここに来た。陽子さん、そう、今偽名です。いや、お母さんの呪いを解くために。そして産めを世に放つことが俺の使命だと思っちまってた。呪いを終わらせられればこんな世の中どうなってもいいって、そう思って自分の正義のために。でも俺のやり方は間違ってた。頑張ってたんだ。お前はすごいよ。お前は何も知らないのに解決しちまった。まだ実感はないけど、俺の妹として誇りに思うな。あ、うん、これからどうするつもりだ。俺は今ここから少し離れた田舎に住んでいるんだ。もう都会に行こっかな。もう田舎はコリゴリだよ。何もないところだけど、周りにはいい人たちばっかりで、なんやかんやで楽しく過ごせている。よかったら俺と一緒に来るか。いや、選択か。しかも分岐かな。いや、行きたくねえ。僕田舎もコリゴリだよ。怖え。都会は幽霊いなさそうだから都会行く。いいえ。あなたがそういうのならそれぞれの道を進むことを八百万の神々は分岐だったっぽいだ。やっぱり望んでおられるのかもしれませんね。これはい、選んだ方がいいのかな。そうか、まあ、またやばい。なんか残念な雰囲気になってる。ハッピーエンドなのに。お互い頑張ろうな。え、もしかしてこれマイナーな選択しちゃった。みんな9割の人もしかして上選んでる。うわ、ん、あ、車だ。あ、駅まで送ってくれるみたいな、そんな感じ。マニュアルか。マニュアルって難しいんでしょ確か。わ、見送ってくれてる神主さんと。待って、ケッケッケがいる。ケッケッケと牛乳ばあちゃん。あ、牛乳ばあちゃんは普通におばあちゃんなのか。血がつながってんのか。一応そうなんだろうな、多分。牛乳ちゃんと飲めよ。ちょっと待って。今ママがいた。影に見守ってたよな、今。一瞬いた。なんだこの晴れた日は。ずっとこの5日間か4日間か3日間か夜ばっかりだったもんな。久々に日を見たわ。うわ、エモ。なにこれ、エモ。うわ、エンディングだ。あ、これがハッピーエンドか。まあ、トールと一緒にクラスエンドはみんなの目で確かめてみてください。いや、初めてホラゲやったけど怖すぎるな、さすがに。ちょ、やばいわ、やばい。ずっと鳥肌立ってた。不気味は不気味だけど、なんか、まあ、和風の不気味って怖いな。うわって、なんかグニャグニャしてて気持ち悪いわ。でも幽霊よりも最大の恐怖は人間。そういうことだな。また来年の夏にホラゲ挑戦するかもしれんわ。何かおすすめがあればこのコメント欄で教えてくれ。それじゃあ僕はもう疲れたから、今日はお風呂に浸かってゆったり寝るわ。みんなも夜中の入浴にはご注意を。サラダバー。